ニューギニア島周辺の M5.5 以上の地震ニューギニア島沖地震とはニューギニア島の北海岸沖で発生した地震であるニューギニア島地震とも呼ばれるニューギニア島のあるインドネシア周辺はユーラシアプレートや太平洋プレートなど多くのプレートがひしめき合っている地域でありもともと地震が多く発生しているニューギニア島沖地震はスマトラ島沖地震と同様に プレートの境界付近で発生し、特に1996年、2002年、2009年にマグニチュード7から8前後の大きな地震が発生している。ニューギニア島から北の方角には日本列島があり、しかもその間には大きな陸地や島が全く存在しないため、ニューギニア島沖で地震が発生すると、津波がダイレクトに日本本土や小笠原諸島に到達することも多い。 実際に1996年と2009年の地震では小笠原諸島や日本本土の太平洋沿岸各地で津波が観測されている。詳細は EN1996 ビークアースクウェイクを参照2月17日5時59分に発生。震源の深さは 33km、マグニチュードは8.2。震源に近いインドネシアでは 地震と高いところでは7メートルにも及ぶ大きな津波により少なくとも108人が死亡、58人が行方不明となる被害を出した。日本では午後8時15分に父島で103センチメートルの津波を観測し NHK では報道特別番組が実施された。それから約1時間後の午後6時10分に北海道から本州、四国にかけての太平洋沿岸と 北方四島、伊豆諸島、小笠原諸島、淡路島のすべての海岸、東京湾、大阪湾沿岸に津波警報が、行き、津島、五島列島を含む九州、山口県、南西諸島のすべての海岸に津波注意報が発表された。つまり、日本列島の内山口県伊東の日本海沿岸、瀬戸内海沿岸、津軽海峡沿岸以外のすべての海岸が、 津波情報の対象となったため NHK では報道特別番組に加えて緊急警報放送を発信した。民放でも広範囲にわたる津波警報発表を受け多くの放送局で報道特別番組が実施された。この地震では和歌山で90センチメートルの津波が観測されたものの津波による大きな被害は発生しなかった。 2009年1月4日の午前4時43分に、南イレード24.4分、統計132度52.1分の、ニューギニア島西部の北岸、深さ 17km を震源とする地震が、発生した。また、この地震の、約3時間後の午前7時33分にやや、東の南イレード42.5分、 東百133度20.2分の深さ 23km を震源とする地震が発生した。後者は前者の余震ではなく、前者が引き金になって発生した別の地震と考えられている。これらの地震により、現地では死者5人以上、負傷者250人以上、建物被害840棟以上などの被害が生じた。震源に近いインドネシアではホテルが一棟倒壊し、 少数ながら死者も発生するなど被害が出た。津波も観測されたが津波による被害はほとんどなく被害はほぼ地震そのものによる建物の倒壊や損壊によるものであった。新大の周辺では太平洋プレートに対してインドオーストラリアプレートが沈み込んでいる。これらの地震も太平洋プレートとインドオーストラリアプレートの境界で発生した地震と考えられ、 発信機構は共に北東南西方向に圧力軸を持つ逆断層型であった。4時43分の地震の規模は実体波マグニチュード6.5、表面波マグニチュード7.5、モーメントマグニチュード7.6と推定され、7時33分の地震の規模は実体波マグニチュード6.6、表面波マグニチュード7.4、モーメントマグニチュード7.4と推定される。 気象庁はこの地震を受けて早速津波の襲来を想定したシミュレーションを実施したが、過去に新欧の付近で発生した津波の資料がなく、量的津波予報データベースの想定断層モデルが置かれていなかった。このため、今回の新欧より東側で約四百キロメートルの地震による津波シミュレーション結果及び過去の津波記録を用いて、日本沿岸での津波の影響を評価した結果、 日本の沿岸での津波の高さは津波注意報基準の2 0トルには達しないと判断したため午前7時27分に若干の海面変動の津波予報を発表したところが午前9時55分に小笠原諸島の父島で3 6トルの津波が観測されため気象庁は地震発生から5時間以上後の午前10時8分に相模湾三浦半島 静岡県、愛知県外目、三重県南部、和歌山県、徳島県、高知県、小笠原諸島、伊豆諸島の海岸に津波注意報を発表した。午前10時38分にはこれらに加えて、宮崎県、鹿児島県東部、種子島、屋久島、地方、奄美群島、トカラ列島の海岸にも津波注意報を発表した。津波は、 注意報の発表された海岸で多く確認された。以下で記すものは、各地で観測された津波の最大の高さである。和歌山県串本町福呂港、午後0時14分観測、40センチメートル、小笠原諸島父島二見、午前9時55分観測、36センチメートル、静岡県お前崎、午後3時8分観測、30センチメートル、高知県須崎港、 午後1時23分観測30センチメートル徳島県行き午後0時53分観測30センチメートル30県熊野市午前11時53分観測30センチメートル鹿児島県南大隅町大泊午前11時40分観測30センチメートル種子島熊野午前11時23分観測30センチメートル 奄美大島甘みしこ港、午前9時38分観測、30センチメートル、高知、午後3時16分観測、20センチメートル、八丈島、河野港、午後2時57分観測、20センチメートル、宮崎県日南市やブラ午後2時44分観測、20センチメートル、高知県土佐清水、午後2時42分観測、20センチメートル、 愛知県田原市赤羽、ね、午後2時33分観測、20センチメートル。三宅島阿古、午後2時29分観測、20センチメートル。空、気候、午後2時15分観測、20センチメートル。和歌山県五坊市原井戸、午後1時58分観測、20センチメートル。都から列島中野島、午後1時27分観測、20センチメートル。 神奈川県三浦市油壺、午後1時14分観測、20センチメートル、静岡県南伊豆町色崎、午前11時48分観測、20センチメートル種子島、西の表、午前11時37分観測、20センチメートル甲津島後、午前11時34分観測、20センチメートル三十県、大汗、午前10時45分観測、 二十センチメートル和歌山県那ちか浦町浦上、午前十時二十分観測。二十センチメートル和歌山、午後三時十四分観測。十センチメートル徳島県小松島、午後二時四十二分観測。十センチメートル和歌山県白浜町片田、午後二時二十七分観測。十センチメートル静岡県沼津市内浦、午後一時四十八分観測。 1 0センチメートル、3 0件、とが午後1時13分観測、1 0センチメートル宮崎県日和市、細島、午前10時38分観測、1 0センチメートル、ありがとうございます。